岡崎市消防本部は、愛知県岡崎市、朝日町にある、消防部局。北緯34度57分15.3秒、統計137度10分31.2秒、北緯34.954250度統計137.175333度。 34.954250137.175333岡崎市消防で染め式岡崎市消防本部の旧庁舎支援者 i 型日野プロフィア以前は車両のシャーシの多くが三菱不装トラックバス製のものが使用されていたが今は三菱が消防車専用シャーシを製造していないため新規車両は日野製が中心となっている 2007年4月1日現在、緊急消防援助隊の登録をしており、消防庁から支援者 i 型及び、全地形対応車両、レッドサラマンダー及び、レッドサラマンダー用の輸送車両の対応を受けている。レッドサラマンダーレッドサラマンダーは、ST エンジニアリングのエクストリーム部をりたが、日本の国内法に合致するように、紹介集した車両である。日本では、 大型特殊自動車に分類される。無限軌道を備えた連接型の車両であり、60センチの段差や水深1.2メートルまで走行できや列や、雪上、瓦礫、浸水地域などのあらゆる災害現場に人や物資を運搬することができる。 東日本大震災の教訓から総務省、消防庁では緊急消防援助隊用の全地形対応者として一台購入し、岡崎市消防本部に配備した。理由として同市が、日本列島のほぼ中央に位置し、東日本、西日本のどちらの方向も遠距離なこと、南海トラフ巨大地震などの津波の被災を受けにくい、ことを挙げているが、この他近隣に、 航空自衛隊小牧基地があり、さらに、小牧基地には、レッドサラマンダーを、輸送可能な輸送機を所有する部隊がいるため、災害時に空輸及び緊急展開が可能という点も挙げられる。緊急消防援助対応車両であるため訓練、以外の出動実績が長らくなかったものの、2016年には、運用規約を改めて、愛知県内で、土砂災害が発生する恐れがある場合、 出動が可能となった。同年6月21日、スト部のヌカタ地区で土砂災害発生の危険が高まったことにより初、出動した。なお、この時は警戒出動のため、実践投入は行われなかった。2017年7月の九州北部豪雨で、レッドサラマンダーが緊急消防援助隊として、初出動、初実戦投入された。 大分県日田市と福岡県朝倉市で活動し、孤立地域への消防隊員の輸送などに従事した。2018年7月の平成30年7月豪雨で2度目の出動となり、岡山県倉敷市麻美町へ派遣された。ありがとうございます。